はい、ナマスカラー。はい、えー、これは第4週のビデオです。えー、第4週では反転事業についてお話をしたいと思います。はい、えー、で、この1本目のビデオでは、まず反転事業とは何かということについてお話をしますね。はい、えー、反転事業っていうのは、まあ、その前に、えー、昔、今までは、えー、教室ではですね、教室で知識を伝えていました。情報を与えていました。 その後で家で復習とかね、宿題で応用練習をするというパターンが多かったんですね。でも反転授業では、家で例えばビデオを見せたりして、家で知識の伝達をします。で、教室で応用的な練習をする。これが反転授業ですね。こちらの家がこちらに来ていて、こちらの教室がこちらの教室、ここに来ています。ですから反転授業と言われています。 はいあ。まあ、あの、同じようなことはもういろいろな人がずっと前から言っていましたけど、えー、ここでは2007年のバーグマンとサムズの、えー、リバースインストラクションについて、えー、お話をしたいと思います。えー、これ特に2012年にね、もうとても有名になって、もう今から10年前ですけどね、えー、はい、世界中でみんながこの反転事業について話をしていました。はい。じゃあ実際に効果があるのかっていうと、 こういうのを総括論文と言いますけど、55本の研究論文を読んで、80個のデータを分析して、そうするとですね、反転事業の効果に肯定的な結果があると、そういう研究があります。ここの URL で読むことができます。こうした変化には、背景にある時代の変化があるんですね。 それはですね、あの、昔は物が足りなかったんですね。はい。えー、図書館もなかったし、えー、インターネットも、えー、ありませんでした。本も少なかったです。そういう時は、教室は知識を得るところ。そういう役割がとても大切でした。でも今は違いますね。物がたくさんあります。えー、ですので、 え、教室あ、つまり知識を伝えるだけだったら教室はいりません。もっと大切なことに教室を使うべきだ。そういう考え方が、この反転事業にあります。はい。反転事業のことをね、もっと詳しく知りたい方は、こちらがあの、英語の元の本です。えー、ジョナサン・バーグマンとアーロン・サムズの名前が書いてありますね。えー、英語が、あの、英語よりも日本語で読みたい人は、こちら、同じ本があの、日本語にも翻訳されています。 はい。じゃあ、反転授業にはどのようなメリットがあるんでしょうか。まずですね、勉強が苦手な学生や生徒に役に立ちます。なぜかというと、ビデオなどを見てもらうので、1回ではわからなくても2回、3回というふうに見ることができますね。また、途中で一時停止をして考えながら見ることもできます。逆にですね、頭がいい勉強が得意な学生にとっては、 もう2倍のスピードで早く見ることもできます。えー、それから病気の人もね、家で、あの、病院とか家で、えー、勉強することができるようになりますね。ただ教室の活動にはもちろん参加できませんけどね。はい。えー、それから、あの、教室で、あの、学生一人一人を見ることができるようになります。えー、これもとても大きな反転授業のメリットの一つです。 それから教室では、まあ先生が情報を伝えるだけではなくて他のことがたくさんできますから質問に答えることもできるようになるわけですね。はい。それからまあ、あの、学習者が子供の、子供の場合は、えー、親がね、えー、何をして、あの、どんな勉強をしているのか、親がちょっと心配になったりすることもあります。だけど親がね、その反転授業のビデオを、えー、 見たりすることで、親が安心するという面もありますね。はい。えー、ご存知というかお気づきになったと思いますが、今私が話しているのもまさにこの反転授業の形式の一つです。えー、オンラインでね、えー、ズームとか Google Meet でお会いして、もっと、え、活動的な、あのー、勉強をしてみたいと思っています。はい。えー、オンラインコミュニティとしては、Twitter の Flipped Classroom。え、これがとても活発です。 あの、毎日いろいろな人が、このハッシュタグで投稿していますから、ぜひ皆さんも、この URL から覗いてみてください。はい、次のビデオでは、反転事業ですること、反転事業でできることについてお話をしてみたいと思います。はい、それではフィルム連携。